はいみなさんこんにちはこんばんはここもチャンネルの正月今日は2024年7月8日7月8日灼熱地獄始まるお送りいたしますよろしくお願いいたしますいやもうね暑いですよ皆さんね夜も暑い 朝から暑い。どうなってんの砂漠というぐらい暑いですね。いやだけど砂漠ってね、皆さん、あの、行ったことありますかあのー、ね、中東の方の砂漠はね、夜は気温すっごい落ちるんですよ。寒い。まあ、下手したらね、気温差40度とかありますよ。あの、0度近くまで落ちるとこもあるしね。もう冬。夜は冬。そして昼間40度、50度。 いやーもうね、体力がないと生きていけないですよ。しかし日本は湿度が高いので、夜落ちない。気温が。これはこれでね、体力がないと生きていけないですよ。どっちにしても体力勝負だね。うん、そして2024年7月の8日、7月8日月曜日ですよ。いや、これね、大変。東京37度超え。 37度以上の気温になるんですよ。もうね、名古屋も大阪も36度以上。いや、きついですね。ま、う、あ、ん、連日ですよね。まあ、これはね、あのー、太陽の光を浴びながら仕事をする方いますね、現場とかね。まあ、あの交通整理の方とかね、大変ですよ。これ、本当、体やられてしまうので、まあ、水分補給はもちろんのこと、ちゃんとですね、 あの体、そんなに熱くならないように、熱がたまらないように、何か工夫しないといけないですよね。あの、なんか、ファンがね、回る、なんか空気を通すベストとか、今売ってますよね、充電式のとかね、電池式の。ああいうものを着たりとか、あとはまあ首筋をね、凍らせて冷やすものとかあるじゃないですか。まあ、そういうものをするとか、まあ、なんかやんないとね、きついですね。で、最近、男子の方でもね、 FC2 のラジオでもお話ししたんですけれども、日傘を持って歩く方が多いんですよ。これはいいことだと思いますよ。あのちょっとした、ね、あの距離歩くのにも、男子でも女子でもね、日傘を差して歩く、これは体の、ね、本当にあの紫外線含めて予防になるので、とてもいいですよね。暑さも全然違います、軽減されますんでね。うん、だからぜひね、日傘、あのコンパクトな持ち運び、便利な日傘とか今売ってるじゃないですか。 あの、雨の日と晴れの日兼用のものもありますしね。そういうものを一つカバンに忍ばせておくと、とても便利。体にもいいと思いますよ。あの、今、男子でも多いので、あんまり恥ずかしくはないですよ。いや、ここまで暑かったらね、男でも女でも、誰でも日傘しててもね、恥ずかしくない。いや、本当に、あのそれよりも日傘してたら、ああ、日傘か、男でも。 そうか、こんなに暑いから日傘か、あの俺も一本買ってみようかな、なんて人が出ますよ、逆にね。いいと思いますよ。うん、まあ、ここはね、ちょっとね、あんまり気にせずに日傘さして歩くとかね、本当に体参っちゃいますから、まあ、あのー、ちょっと体のね、あの、予防に徹した方がいいと思います。さて、水分不足になりますよね。まあ、ぶあの水分不足ってのは、ちょっと言い方があんまり違うかもしれないですね。あの、なぜかっていうと、 水分不足というよりも水分がいっぱい出ちゃうんですよ。汗で。うん、だからね、あの、体がね、干からびちゃうわけ。ミイラみたいね。<laughs> いや、本当ですよ。これね、調べたんですけど、ずっと昔ね、あの、赤ちゃんってだいたいね、70%前後の水分量で生まれてくるんですよ。すごくないですか体の70%が水なんですよ。まあまあ、血液もまあ、水、水分だと考えると、もう水分なんですよ。 体の70%がね、すごいでしょ人間って、おぎゃンおぎゃンって生まれてくるときに、体の70%が水分なんです。水なんですよ。ねなのに、これがね、10代はそんなに変わんないんだけど、20代、30代、40代ってね、ね年齢が上に行くほど、その水分量がどんどん減っていくんですよ。だいたいね、 10%近く減っていくの。30代あたりから。だからね、30代は、まあもう60%。ね。40代50%。で、50代がもう40%ぐらいになっちゃう。人によってですよ。青い人もいるんだけど。で、60代から40からまた35。ちょっと、あの、少なくなる幅はね、縮まっていくんだけど。 まあ、70代30%前後とかねあ。だから、あの、シワができちゃうんですよ。ね。で、これって、水分量を、あの、ちゃんと適切にね、コントロールして、あの、いっぱい取っていたら、みずみずしい肌が長持ちするんですよ。このシワがね、あまり目立たないんですよ。あの、だから水をいっぱい取ってるということは、水分いっぱい取ってるということは、まあ、あの、あんまりね、年を取らない、老けない、老化が、 あ,のあんまり目立たない、まあ。老化予防になるんですね。でこれ、ただ水取ってるだけじゃいけないんですよ。水が体の中に吸収されるためには、きれいな塩。これ、科学的な塩ダメですよ。きれいな塩が必要なんですよ。自然から作ったき,きれいな塩。これ、今、値段高いです。だけど、体のためですからね、まあ、きれいな塩を取るっていうのは、うん、まあ、これはね、いいことだし、必要だし、健康のためにはその方がいい。 あの、塩のお金かけた方がいいですよ。まあ、そういうね、綺麗な塩を取って、綺麗な水を飲むと。これが一番いいんです。うーん、でもこれやらないとね、やっぱりどん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 水分が出ていってしまって、まあ、こんなに暑いとね、まあ倒れますね。え、何お茶飲んでるああ、ジュース飲んでるあ、なんか販売機のコーラとかなるほど、なるほど、なるほど、なるほどなんでそんななるほどを繰り返すのかって、怖い いやいや、あのね、あんまりね、お勧すすめできないですよ。なぜかというとね、あのジュースの類って、まああの、糖分が多いんですよねで。糖分がいっぱい入ってるんですよ。皆さんが想像するよりも、たくさん糖分が入ってるんですよ。あのスティックの種があるじゃないですか。よくあのファーストフードで、ね、コーヒー頼んだり、紅茶頼んだりすると、スティックの種がくれますよね。 だいたいね、あれがね、5本から15本ぐらい入ってるんですよ。まあ、によって違いますからね。だけど、まあまあ、あのー、何でもそうですよ。甘いジュースみたいの、ね、オレンジのジュースとか、ね、100%って書いてあっても、あの、5本以上入ってるんですよね。500ml で換算するとね。500ml で5本以上。で、物によって15本ぐらい入ってるんですよ。甘いものがね。うん、だからね、 一本で 500ml で15本も入ってると体がおかしくなっちゃう、今度。うん、あのー、糖分取りすぎ。で、糖分を取りすぎてどん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 それで当たり前のように何本も飲んでいくと、やっぱり糖尿病を発症してしまうんですよ。あの、糖分のコントロールができなくなっちゃうんですよね。まあ、それはそれで大変なことです。あと、腎臓の膜がやられちゃう。腎臓っていうのが、まあ、 色のついたものとか、そういうものを、まあ、純粋にきれいにして体の中に入れるんですよね。水分を取るためにね。で、それがね、腎臓の膜が、もう色のついてるものばっかり飲んでると、その膜で、どっかしきれなくなっちゃう。膜が要するに汚れちゃってね、機能しなくなっちゃうんですよ。そうすると、あの、自然に、こう、治る場合があるんだけど、 直そうとしても、次から次へとその人はね、その人間が、毎日重曹3本も4本も5本も飲むと、もうね、元に戻せなくなっちゃうんですよ。自然の治癒力っていうかね、あの、改善回復力を上回っちゃうの。それをやってしまうと、腎臓が壊れちゃうんですよ。いやー、これは大変なことですよ。腎臓壊れちゃうっていうのはね、もう大問題なんですよ。だから腎臓がいかれちゃうんですよ。いや、それを考えたらね、 あの暑い、いや、これ、喉乾渇いたなって言って、アイスコーヒーとかね、アイスティーとかばっかり飲む人いるんだけど、これ、逆効果なんですよ。体を痛めつけちゃうわけ。よくないんですよ、本当に。まあ、これをね、あの知らずにね、綺麗な水じゃなくて、ああ、そういえば色付きのもんが多いなっていう人は、だんだん体がね、重くなってね、だるくなっていくの。で、朝起きらんなくなったりとか、そういう症状がで本当、出るんですよ。 人によって違うけれども、出やすいですね。で、その時に人は何を思うのか。私の知り合いもそういう人がいたんですよ。女性でね。で、その人はね、あの、いや、最近体重いのよねって言って、ああ、そうですか。で、夏だしね、どうせなんかその、色付きのものばっかり飲んでんだろうなと思ったんですよ。で、それ言おうかなと思った。まあ、でも余計なことかなと思いながら、ね、どうしようかなと思っていたらいきなりね、 私、原因知ってるのよって言うんですよ。あ、なんだ、知ってるのか。え、知ってるんだったら、じゃあまあ、言う必要もないなと思ったんですよ。あ、でもなんか一応聞いてみないといけない。ね。原因何なのかなと思って、あ、えっ、ー、と、原因知ってるっていう、その原因って何なんですかって聞いてみたんですよ。そしたらね、うん。これは私の直感なんだけど、おそらく、生き量よね。は 生き量生き量そうよ。知らないの生き量。いや、なんか聞いたことありますけど、生き量ってなんど,どういうものなんですか生き量っていうのはね、生きてる人間が私に、霊を飛ばしてくるのよ。私ね、もう爆笑しそうになっちゃったけど、本人真剣なので、ああ、そうですか、とか言な笑いをこらいながらね。いや、生き量のわけないじゃんね。なんだろう。 さらにその生き量って意味がよくわかんないんですけど、いや、あそうですかとか言ってね、いや、これ何話しても無駄だなと思ったんですけど、いや、絶対そういう生き量をバシバシと私に飛ばしてきてるのよと。はあ、えーど、どういうことですかだから私なんかね、なんか恨みがあるっていうか、なんか嫌な思いを持ってるんでしょう、その人は。だから生き量を飛ばしてきてるのよ。はあ、なるほどね。生き量を飛ばしてきてる。 で、その生き量を受けてるので、具合が悪いってことですかそうよ、体重いもん。絶対そう。私に生き量が襲いかかってきて、私が鉛のような体になってるのよ。なるほど。そうかもしれませんね。<laughs> って言って。いや、まあ、あんまり関わりたくないから。<laughs> そんな生き量女性とね、関わったってしょうがないですよね。離れたいじゃないですかね。なるべく遠くにね。いや、生き量だって言ってるわけですから、本人はね。 まあ、そうなんですか、ということでしたよ。なんで、全然、そのからどうしたか知らないけど、いやいや、具合はねあ、そうそう、具合はね、悪い、悪かった、ずっとね。もう何年も、ずっと。うん、それっきり、そんなお話はしてないしねあの、関わってはいないんだけど、まあ、周りの人を図手にね、あのー、何屋さんって知ってるとか言って、ああ、はいはいって言って、いや、あの人なんか入退院繰り返してるらしいわよって話は後からね。 もうずいぶんたって2年後ぐらいかな、なんか言ってましたね、それはね。いやー、生きるようにやられてんだなと思いながら、もうしょうがないですよね。だってもう、なんでしょうね。思い込みが激しい人っていうのは怖いんですよ。だから、余計なことを言わない方がいいですよね。アドバイスしたって、まあ、聞かないでしょうしね、だいたいね。めんどくさいことになるし。それで、なんか体がなんかもっとおかしくなれば、まあ、あのこっちのせいにもしてくるしね。 まあ自分で気がつくまでしょうがないなと思いながらね、んそんなに私、の仲のいい人じゃないのでま、あまあ生きりって聞いてから余計、え、え、え、この人何っていう風になってしまいましたけども、断言しますけどね、生きりなんかないですよ、世の中ね。そんなものがあったらね、本当見てみたい、浴びてみたいですよ <laughs>。本当にに。生きりごときにね、やられるわけないですよね。 いやだけど、なんかそういうものを思い込んでしまうと、自分で自分の体をおかしくしちゃいますよね。まあ、自分で暗示をかけてるようなものになりますから、まあ、自分で追い込んでいくんでしょう,うん。でもいっぱいいますよ、なんかそういうふうに、あの何かのそういう目に見えないせいにしたいっていう人はね。そうじゃないんですよ。自分の生活習慣の中に原因があることが多いんですよね。で、あの最近、そのアメリカとかイギリスの科学研究所とか、健康を研究してる研究所でも、 じわじわとね、だんだん分かってきたことがあってね、例えばあの食べ物の中とかいろんなものに、まあ、あのダイエット的なその薬が入ってるものってあるじゃないですか、あの甘いんだけど、科学的に作ったものなので、カロリーゼロとかねで、そういうものだとか、まあ、あの薬を直接飲んだりとか、またはあの部屋で、あなんか変な虫がいる、シューって殺虫剤撒いたりとか。 でいろんな成分が何種類も入っているんですよ。いろんなところにその科学的な薬品成分がね。そうするとね、それらがね、あの、結合してね、要するに、あの、例えば、あの、ジュースだけそういうね、人工甘味料のジュースだけ飲んでる分には、まあ、あんまり良くはないかもしれないけど、飲みすぎはね。まあ、だけど、まあまあ、健康的な何か問題っていうのは起きない場合が多いんですよ。単体だとね。 だから単体で動物実験して、おそらく食品認可されてるんですよ。添加物として。でもね、そうじゃないことが分かってきたんですよ。どういうことかっていうとね、あの、そのジュースだけ飲んでる分には、本当に多少、まあ、多めにとっても、まあ、あんまり大したことないんですよ。ところが、部屋で殺虫剤をまいたりとか、まあ、方向剤をね、洗濯機に入れて柔軟剤とか、 まあいい香りがするやつとかを入れて、一緒に洗濯したりとか、まあ、いろんなことしてるじゃないですか。あと、シュッシュって香水、あの自分につけたりとかね。でお肌のクリームで、まあ、化学薬品が何種類も入ってますけど、そういうものを香りに塗ったりとか、まあ、いろんなことがあるわけですよ。でそういうものをいろいろとってると、その単体でね、ジュースから化学薬品を取る分には、ジュースだけだったら平気なんだけど、 他のものを浴びたり取ったりするとね、あの皮膚から入ったりとか、それでもそうなんですけど、その化学薬品と結合を起こしてね、化学反応して違う物質になるんですよ。で、それが体に悪さをすることがあることが分かってきたんですよ。だから、今は化学薬品だらけで、いろんなあの成分があっちこっちに散らばってるわけですよね。で、それはあの単体でそれだけ使う分には、 まあ、大したことないんですよ。実験してるしね、動物実験もしてるし、まあ、あの、被害は報告されていないんですね。あんまりね。なんだけど、あの、いろんなものをどんどん使って、ね、あの、家庭の家の中で使うじゃないですか。あ、ここはこれでシュッシュって消,消毒しなきゃとか、あ、こっち殺虫剤で死ぬとかね。で、ああ、なんか人工甘味料のジュースを飲まなくちゃとか。じゃあそれをやっていくうちにね、どっかの化学成分の何かが結合されて、 反応を起こして違う物質になって体にいたずらまたは悪さをしたりとんでもないことをしたりすることが分かってきたんですよ。だから単体で取る分には本当にね、食料品も実験したり薬もそうですけど成分をあの動物実験してデータを取ったりしていたんだけどそれで大丈夫は大丈夫だったんですよね。でも稀に副作用はあるんだけどだけどそうじゃなくてそれがね、やっぱり化学薬品同士がくっついて とんでもない人間が考えてもいなかった、その毒素をね、発生させるような、またはアレルギー反応を凄まじく起こさせるようなね、ショックを与えるような物質に変化することが分かったんですよ。だから基本的に、あの、もう化学物質という化学物質は取らない方がいいんですよね。これ本当にそうなの。だから子供の時からいろんなものをそうやって取っていけば、当然蓄積されていって、 いつか、その、成分の一つと、他の成分の一つ二つが合体して、とんでもない何かが生まれる、あの、誕生するっていう可能性があるんですよ。その人の体の中でね、合成されて化学反応を起こす。だからそれで、謎の、例えば、あの、もう、なんか頭痛だとか、まあ、めまいがするとかね、年中。んで、貧血がすごいとか、 血圧が異常に低下するとかね、心臓がおかしくなるとか、本当に多いんですよ。あと、記憶が飛んじゃって、記憶がもうあの、もうほぼないような状態の人とかね。で、ものすごいいろいろ検査して調べても原因が分かんない。だけど、本当に細かく時間をかけたら、化、まあ、学的な成分が結合して、他の物質に変化してですね。 まあその人間の体を蝕んでいたということが分かったんですよ。でもこれってもう本当にね、あの、優秀なお医者さんとか、ちゃんと時間をとって調べてくれるその施設とかなければ、絶対に原因が分からなかったというんですよ。うん、だからね、突然心臓がね、おかしくなって、おお、痛いよー、おおって言って倒れちゃって、ね、そのまんまどっか行っちゃう人いるじゃないですか。ね まあそうなるとですね、もう原因が、日本の場合はですよ。日本の場合は、まあ心筋梗塞って言って、いやもうこれはもうしょうがないですねっていうことで終わりなんですよね。で原因はもうわからないと。まあもうこれは心臓の何か、何かがあったんだろうねって。まあそれはそうなんですけど、それ以上調べようとしないんですよ。まあ、日本の場合それを調べても時間がかかるしね。まあどうせね、天国に行っちゃったんで、天国の二郎さん 助けてー。久しぶりですね、次郎さん。次郎さんのね、出番が、なんか最近ないですねっていうコメントをいくつか頂い,いたんですよ。うんだから、ちょっと突然、次郎さんのことを呼んでみました。<laughs> もう助けてよ、次郎さん、本当にね。いやー、もう暮らしにくいじゃないですか。だけどね。で、今みたいなことを考えると、だっていろんなものがもういろんなものに入っちゃってるんですよ。 食べ物見ても、なんか裏見ると成分表示見ると、謎の物質ばっかりでしょ半分以上謎の物質ですよね。これ大丈夫かねこれっていうようなことじゃないですか成分表示が。だから、化学物質がすっごく多いんですよ。人間って化学物質を取るとおかしくなることになってるんですよ、体が。だって自然の生き物なんだから。ね、良くなるわけないんですよね。だからここではっきりさせておかなければいけないのは、化学物質を取って良くなるか悪くなるか考えてみたらいいんですよ。 悪くなるに決まってるんですよね。化学物質を取って良くなっていくわけないですよね、体がね。自然のものからできたものが一番いいに決まってるんですよ。我々、動物なんですから。ね。だから、ワンちゃん、猫ちゃんだってそうですよ。なるべくね、化学物質の入ってないものをあげたいけど、添加物がいっぱい入ってるわけですよ、処理されて。そうすると、そういうものを食べればワンちゃんたちもアレルギーで毛が抜けたりとかね。なんか謎の痙攣が起きたりとか、ね。目がなんか見えにくくなったりとか、 そういうワンちゃん、ネコちゃんいっぱい出てるはずなんですよ。だからこれって、やっぱり人間の中でね、あのー、なんかフローリングにこうワックスをかけたってさ、ね、ワンちゃんとかネコちゃんって低いとこにいるからね、いつも。それ吸っちゃったりね、肌から入ったりするんですよ。だけど容赦なくそれ使う人いるじゃないですか。何か巻いたりとか。あれ全部すっごいワンちゃん、ネコちゃんには、あの、いい影響を及ぼさないんですよね。うんだけど、どんどんやっちゃう人もいるしね。 そういうものが個体として体が小さいから余計吸い込んで入っちゃうでしょだからまあそれはね大変なことですよ。でいろんなものとまあ今言ったように結合してね新しい物質成分になってまあ体に悪さをするということなんですよね。まあそれは人間にもそうなんですよ。でも赤ちゃん、人間の赤ちゃんにもそうなんですよ。だから赤ちゃんがいるのにね柔軟剤を使ってねもうふわふわのタオルよとか言ってほらいい匂いでしょ柔軟剤っていえやい。や ダメですよ、そんなことしたら。本当に。なんでそんなことするか私のは理解できないけれども、あれってだってマイクロプラスチックなんですよ。プラスチックなんですから、そんなもの赤ちゃんに吸わせたら、プラスチックが鼻から吸い込まれて入っていっちゃうんですよ、体の中に。まあ、恐ろしいですよね。だから知らないって怖いですよ。知らないっていうのは本当に怖いと思いますよね。うん、だからね、あの、ちょっと注意して、いろいろ考えていかないといけないですね。まあだから、 あのなるべくね、そういう影響がないようにあの育てていかなければいけないしね、環境を整えないといけないと思いますよ。大人の方もそうですよ、自分自身がね、あのそういうものばっかりを身の回りでね、あの使っていくと、やっぱりね、体が悪い方向に行きますよ。で、体が、まあ、鉛のようになったりもするんですよ、本当にするの。だけど、鉛のようになると、悪霊じゃないかなとかね、生き霊でしょとかね。 そっちに行っちゃう人が多いんですよね。いやいや、悪霊でもき霊でもありません。それは何かを摂取しちゃってるんですよ。何かを取り入れちゃってるんですよね。自分の体に合わないもの。これ人によっても違うんですよ、本当に。あの、そういう化学物質に結構強い、あの、その成分によって違うけど、A さんは倒れちゃう。でも B さんは平気とかね。C さんは多少咳が出るとか。 人によっても全然反応の仕方が違うんですよ。うん、だからね、一概に全員が全員どうかなっちゃうってことはないんですよね。だからこれもわかりにくいの。うん、だから学校でね、あの、アメリカの学校である出来事があってね、30人ぐらいいるクラスで、やっぱりね、あの、調子が悪くなって、いや、なんか学校のそのクラスの人が2人おかしくなった、具合が悪い。じゃあ、その学校 学校の教室の中で使った何かだろうってことになったんだけど、しかし、医者によってはね、いや、他の30人中27、8人が何ともないんだから、いや、これは個人的な問題じゃないか、たった2人だからっていう人もいたりとか、意見がね、分かれちゃうんですよ、分かりにくい。でも結局ね、学校で使ったその薬品だったんですよね、うん、なんかワックスとかかけるじゃないですか、そういうものをね、消毒したりとか。 それにアレルギー反応を起こししちゃったらしいん、ですようんだからそれをね、中和するあの点滴をしたら良くなったという話なんですけども、いろんなことがあるんですよ。人によっても違うしね。時間もねあの、すぐに反応する人もいればあの、じわじわと1ヶ月、2ヶ月後に出る人もいるんですよ。だからね、怖いですよ。あの本当に。でも化学物質が主な原因なんですよ。だから化学物質は、 なるべく接触しない、取らない、吸い込まない、ね、口にしないっていうのが本当にいいんです。体にはいい。一番いい、それが。だけど、それが今、現代は難しいんですよ。全く化学物質を取らないで、毎日生活していくってことが、おそらくできないんじゃないですかね。だって自分は取らなくてもね、例えば、あの、すごい方向剤を服にね、まとわりつかせて、あの、歩いてる人とかいるじゃないですか。臭いですよね、すっごい。自分は、 もう麻痺しちゃってるから匂わないんだけど、人間の鼻っていうのはね、機能が良くないので、1分も同じ匂いを嗅いでると、その匂いが麻痺して分からなくなるようになってるんですよ、作られてるの。だから自分じゃね、匂いがしないの、あんまり。うん。時々風に乗って自分に戻ってきて匂いがするぐらいで、ないの。だからでも、どんどんだから強烈になっちゃうの。どんどん匂いが、あ,あんまりなんか匂いしないの、もっと入れるかとか言ってね。 そういう方向剤みたいのいっぱい入れちゃうんですよ。ね。洗濯機にも、また服にかけちゃうのね。いきなりね。そうすると、他の人は溜まったもんじゃない。そこから吹き出してるから。化学物質が。で、それを隣に座った人とか、電車でね、バスとか、もう巻き散らしてるわけ。で、それを吸っちゃうと、ブローホッロホ,ーホーってなっちゃう。本当それに弱い人はね。まあ、だからね、今ね、危険なことだらけですよ。街出てもどこ行ってもね。で、そういうものが、自分では知らなくて、 人に負け散らしながら歩いてるわけですよ。あれは良くないですよ。だから、あの、2023年からね、EU 全体で、ああいう方向剤とか柔軟剤とか全部使っちゃいけなくなったんですよ。皆さん知ってますかそれは。禁止なの。あの製造販売が全面禁止されたんですよ。それを日本は許可して使ってるんですよ。だからどうかしてますよね。だって向こうで健康に被害があるから絶対使っちゃいけないっていうものを、 全然問題ないとか言って使ってるんですよ。いや、問題があるから発売してもいけないしね、作っちゃいけないってなったんですよ。環境にも悪いしね。だけど日本は、あの、全くそれについては、だんまり。何にも、誰も何にも言ってない。恐ろしいと思いますよ。うん、だからね、まあ当分続くんでしょう。これが。で、自分で予防しなきゃいけないけど、限界あるよね。そないにがさっき言ったようにね、そんなの巻き散らしてたら、 まあただね、あのー、N95、95の型番のマスクは有効です。もうそれも、あの、防御するんでね。じゃあ、95型のマスクをするっていうのが一番いいでしょう。私は、あの、子供と常にしてますよ。あの、もう外歩くときはね、家から出たらすぐつけるんですよね。まあ、車の中ではしてないし、車から出るときは、あの、二人ともすぐしてます。95型のマスク。私たちが使ってるのは、えっ、ー、と、KN95 だったかなあの、 まあ、95ってついてればマスクいいんですよ。N95 とかね、いろんな95があるんだけど、あのー、私が使ってるのは中国で作っている KN95 だったかな。いいですよ。すごく。マスク使いやすいです。すごいね。うーん、だからね、まあ、いろいろありますけれども、まあ、自分でそうやって予防していくしか、まあ、ないかもしれないですね。まあ、気をつけなきゃいけないですよ。だけどね。だから自分からね、 あのやっぱり水をね、綺麗な水をね、こう取るっていうのもあの、いや、ジュースも同じなんじゃないかとかね、あの紅茶でもいいんじゃない、こうあのコーヒーでもいや。全然良くないですよ。色ついてないやつじゃないといけない。あの色ついてないのをなるべく飲む。一番いいです、体にで。どうしても色つき飲みたいんだったら3に抑えるんですよ。7対3。7が綺麗な水。3が色つき。もうそれぐらいの割合。それを超えると、やっぱり体には影響出ますよ、必ず。うん、だから7対3がいいですよね。 でこうやって話しするとね、必ずコメントでいろんなコメントで疑問が浮かぶ人がいるんですよね。じゃ薄い麦,麦茶はどうなんですか話聞いてましたかね。腎臓は何でも色付きをこさなきゃいけないんですよ。麦茶も同じです。ね。薄ければ、まあ、多少いいです。他のものよりはね。砂糖も入ってなければねん。だけど、あの、やっぱり飲みすぎてはいけないんですよ。だから、それは麦茶飲むのはいいんですよ。 で、麦茶だけしか飲んでないと、そうだめですよ。やっぱり水飲まなきゃいけないの。7対3です。3の方です、麦茶も。7対3。7はきれいな水。ね、ろ過しなくても、そのまんま体に吸収できる、もう本当にきれいな、ちゃんとした水を飲むというのが7。まあ、これで健康がある程度保っていけるんですよ。もう全然それ、ね、苦じゃないじゃないですか。体が調子よくて軽くてね。 あの、なんか、生き量がついてるような体にならないんですが、生 <laughs> き量がついてたら、もうほんとやんなっちゃいますよ、皆さん。気をつけてくださいね。生き量にはね。ということで、今日は生き量の話をさせていただきました。また、次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。